はい、どうも皆さんこんにちは、今日は陣内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルは聖職と兵役の透過性というタイトルです。ですね、聖職っていうのは、聖なる職業ですね。で、兵役っていうのは、兵役ですよ、軍隊ですよ。で、これがね、ちょっとね、面白くてですね、4章のね、3節、ケハテ族の会見の天幕の奉仕は、それは会見の天幕で任務にあたり、仕事をすることのできる30歳以上、50歳までの全てのものであると。で、これは、レビー人っていう、いわゆる祭司の部族がいるんですね、アロンの子孫ね。で、このレビ族という人たちが、そのイスラエルの祭事を司る、そういう宗教的な、部族なんですよ。だからこう相続地を持たないとかってことが後で出てくるんですけど、これね、面白くて、これ30歳以上50歳までっていうのは20年しかないんですね、その働けるのがっていうか、その現役でいられるのはね。だからそれだけ、なんていうか、こう厳粛な務めだったということも言えるわけで。で、これね、仲介書によると、補修後がにこれって、基準がね、引き下げられて20歳以上になるんですよ。これね、エズラ記3章8節に出てきます。で、エズラっていうのは補修後のその神殿を再建して、そのね、イスラエルの宗教制度をもう一回復興した人だけれども、補修後にこの30歳だったのが20歳になるんですね。これね、おそらくですけど、補修後はちょっとあまりにもこう人手が足りてなかったんじゃないのということなんだと思うんですよ。はい。で、20歳以下に以上に引き下げられます。で、30歳以上と20歳以上っていう、その時代背景によってその年齢は変わったんですけど、いずれにしてもこの人々の任務っていうのは、ヘブル語ではツァーバーというヘブル語で表されるそうです、この任務という言葉が。で、この任務という言葉って、ツァーバーっていうのは、ツァーバーっていうふうに表されるこの任務という言葉ですね、4章3節の。これって、軍務と同じ言葉なんですって。兵役につくっていう言葉とツァーバーって同じ言葉、ヘブル語なんだそうです。で現代のヘブル語でもツァーバーというのは兵役を表すんですって。これは僕の、仲介書で、読んで知ったんですけれども、だからレビ族以外にとっての兵役や軍務が、レビ族にとっては聖女の造営とか器具の運搬や保全といった祭司の補佐をする仕事と等価だったっていうのが分かるんです。つまり、イスラエルっていうのは、古代と今で全然、そもそもあれが違う、文脈違うんだけど、今もね、イスラエルって全員兵役義務があることで知られてますよね。だから兵役義務が残ってる国って確か多くはなくて、先進国の中で、ほとんどが志願兵ですね、アメリカ、日本を含むね。例外的なのがイスラエルと韓国と、確かスイスだったと記憶してます、確かね。そんな感じなんですよ。で、イスラエルってそういう風に、ある年齢になると義務として、国民の義務として兵役につくってことがあります。で、当時の、古代社会なので今と比較する意味はほとんどないですけども、当時のイスラエルも当然、兵役義務があったんですよ。で、その兵役義務っていうのは、あとレビ人以外にあったんですよ。だけどレビ人っていうのはそのサーバーですね、その天幕に使える、つまり宗教的な儀式を行うこと自体がレビ人にとっての兵役だったんだということが分かるわけです。同じ言葉が使われているわけですから。で、それはつまり、軍務と同じように成熟と健康と一定の能力を必要な仕事であると同時に、神に仕える神聖な献身を要求するものだったということが類推されるんですね。兵役に就くっていうのは献身が必要じゃないですか。もう本当にね、すごい 100% のコミットメントを軍務っていうのは求めるわけですよね。はい。で、これね、アメリカでね、軍務に就くことをインザサービスっていうんですよ。で、また社会的な規範として、アメリカの社会ってそういう軍務についてる人を尊敬しなければならないっていう社会規範があるんですね。例えばアメリカに行くとですね、こう
コーヒーショップがあってみんな朝ごはんそこで食べるんだけど、インザサービスの人は無料ですよとかっていう張り紙があったりするんです。本当にそれは国の我々がするべき、本来ならするべきその軍務というサービスをして、治安をね、国家の安全保障を担保してくれてるこの人たちに市民というのはそれだけの敬意を払って迎えなければいけないという社会的な規範があるからなんですよね、はい、でこれだからインザサービスになる人を尊敬しようっていう規範があります。でね、あとね、あのインザミニストリーっていうね、表現もあって、これはあの宣教、つまりキリスト教の宣教の働きにつく人っていうのはインザミニストリーっていうふうに言われます。でまあ僕もアメリカに行けばインザミニストリーだねと言われるタイプの仕事なんですよ。で、これもインザサービスと同じように、尊敬が払われるべきという規範がアメリカ社会にはあるんですね。で、あのどういう共通点があるかというと、自分の人生を公益、公の益のために捧げる人をこの社会は尊敬しなければならないっていう規範なんですよ。で、これを僕が言ってるのは、僕自身がインザミニストリーでそのような仕事をしているから僕を尊敬しろよという話では全然ないですあの安心してくださいで安心していい、大丈夫ですで尊敬しなくても大丈夫です。でだけど僕自身にこれは向いてくるんですよ。僕自身が僕以外の献身者たちを心から尊敬しなければならないということを意味するわけです。それは教会の奉仕者とか牧師とか教職者ですね、こういう方々を本当に尊敬を持って接しなければならないと思います。で、また、まあ、あのアメリカと同じで言えばその警察官の方々とかね、この学校で勉強を教えてくださっている先生方、公務員の方々、自衛隊の方々ね、そういう方々に、まあ、政治家の方々もそうでしょう、公益のために働いている人たち、その実態にはね、汚職とかもね、部分的にもちろんありますよ、ありますけれども、全体としては本当に、僕らが それをやらなければ本来いけない仕事をしている人たちなんですから、尊敬する必要があると思います。で、僕自身はじゃあどうかというと、あくまで謙虚に、むしろ世間からの白い目、これを受けることのが多いです。で白い目こそ私が受けるべき仕打ちだと思ってですね、へりくだり続ける必要があると思います。常に僕がなんか陣内先生すごいですね、まあ、無限、あの永遠にありませんけど、そんなことはだけど永遠にありませんけど、そういうふうに言われるようになったら終わりだと僕も思ってるので、あのなんか仕事とかをね言って、キリスト教の仕事して NGO でとかっていうと、もうなんかゴミを見る目でね、見る目に変わることって結構僕は日々経験してて、それこそが俺の受けるべきものだぞといつも僕は自分に、ね、言い聞かせています。だけど、相手に対しては非対称に、反対にですね、尊敬を払う牧師先生に、そしてまた教会の働きに、人生をかけている人たちを本当に尊敬していかなきゃなと、僕自身は思ってます。でね、僕自身にじゃあもう一個返ってくるのは、他のね教職者を尊敬しろよっていうのと、もう一個が自分自身だから、そのツァなんだっけヘブル語のね、このツァーバーですよ、ツァーバーなわけですから、僕自身もツァーバーなわけですからね、インザミニストリーだから、だから軍務にいるのと同じことなんですよ。で軍務にいるってことは規範と規律を持って、奉仕するってことじゃないですか。で軍隊にいる人ってさ、軍隊にいる人ってすごい芳醇な食生活をしてものすごく太ってとかっていうのはもう職務怠慢なわけじゃないですか、ね、膝が体重が160キロあるから膝が悪くて走れませんっていうのは軍隊では職務怠慢の域に達するわけですよ。お前食生活ちゃんとしろよってことになるわけじゃないですか、走り込めよってことになるわけじゃないですかね。で、やっぱりですね、僕も軍隊にいるのと同じだと思うので、神の前に厳かに奉仕を全力でする必要もありますし、またそれを支える健康管理も仕事のうちだと思ってですね、軍隊にいるんだぞと思いながら体を作っていかなきゃなという、ことが僕にも返ってくるんじゃないかなと思うわけですよ。でまあこれって別にインザミニストリーとかね、インザサービスっていうのは確かにそうなんだけど、まあ聖書、新約聖書の光に照らせばですね、この地上のあらゆる仕事はインザサービスですから、神に仕えてない人なんていないんでね、神を埋め余ってる人ならば、本当に健康管理も含めて、神の前に厳かに務めを果たすということ、
それぞれの方がやっていく。また他の人たちに対して本当に神に仕えてありがとうございますという尊敬をし合う。これが本当に大事なことなんじゃないかなと思ってます。そんなことで、今日は聖職と兵役の等価性という形で、お話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。